死と、乙女作品7から3、D531 は、フランツ・シューベルトによる歌曲。死は、マティアス・クラウディウスによる。病の床に伏す乙女と、死神の対話を描いた作品。乙女は、死を拒否し、死神に去ってくれと懇願するが、死神は、乙女に、私はお前を苦しめるために来たのではない。お前に安息を与えに来たのだと語りかける。ここでの、 死は、恐ろしい苦痛ではなく、永遠の安息として描かれている。ドイツでは、昔から、死は、眠りの兄弟であるとよく言われており、ここでの、死も一つの永遠の安息として描かれている。シューベルトの作品は二単調、二分の二拍子で、描かれている。最初に、死を描くコラールが、ピアノでそうされ、続いて、ダスメートヒエンと書かれた部分に進む。 ここの音楽は非常に切迫感があり、乙女の拒否を巧みに描いている。続いて、出雇うととされている部分に入る。冒頭のコラールが再起し、死がお前に安息を与えるために来たと優しく語りかける。後半部分で二蝶々に転調し、蝶々の響きの中で全曲を閉じる。百二十四年に作曲された、弦楽四重奏曲第十四番で、 第二楽章の変奏曲主題に、上記のコラールが用いられた。そのため、この幻楽史重奏曲も、死と乙女と呼ばれる。この曲は、従来は、ロシアのバス歌手、ヒョードル・シャリアピンに代表されるように、死を恐るべき死神と捉え、死神の語る、慰めの言葉は誘惑であり、脅しである、とする解釈が、一般的であったが、名番奏者、 ジェラルド・ムアなどは、最後の美しいコラールは決して脅しではなく、真の安息であると主張している。デア・トート・ウント・ダズ・メイト・ヒエン、ハンス・ボールド・ン・グリーン、1517デア、トート・ウント・ダズ・メイト・ヒエン・ザ・メイデン、オー、リーブ・ミー、プリジー、リーブ・ミー、ザ・グリズリー・マン・オブ・ボーン、フォー・ライフ・イズ・スイート、イズ・プレザント、ゴー、リーブ・ミー・ナウ・アローン、ゴー、リーブ・ミー・ナウ・アローン、です。 ギミザイハンド。おー、メイデンフェアツーシー、フォー、アイアイム、エイフレンド、ハスニアーディストレス、ディージー、テイクカレッジナウ、アンドベリースウンウィズイマインアームズシャルトソフトリー、レストジー。ありがとうございます。